さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はギターを弾いてた方はウクレレが弾きづらい、この本題についてお話したいと思います。はい、ギター弾いてた方ウクレレ、まあギターに比べたら4本だから弾きやすいという話、聞くんですけど、そのまた反面、実際弾いてみるとウクレレがどんどん落ちる、ホールドできないとかですね、いろいろ話を聞きます。ギターの場合とウクレレの場合、持ち方が微妙に違うんです。はい、ギターはまあ基本的に膝の上に乗せて弾く、まあストラップで弾くっていうのもあるんですけど、ウクレレはまあこうやって抱えて弾く、まあウクレレもストラップ使う人もいますから、ストラップをすれば今回の話は特に出てこないと思うんですね。どういうところかというと、この左手に問題があるんです。ギターの左手の持っていくフォームは基本的にこういうのが多いんですよね。コード弾くときにこうやって押さえませんか、ギターのネックにこうやって弦に対して指が90度ぐらい、こういう感じですね。エレキギターなんかの場合はこうやって親指と人差し指を対にして弾いたりしますね。はい、ウクレレはちょっとフォームが違うんです。このウクレレ講座見てる方はもうすでに あれかと思うかもしれないですね。親指と人差し指の間、親指の付け根のところにネックのここを乗せて、指は斜め45度なんです。ここと腕でここをこう抱えてますね。この2箇所で抱えてるのでウクレレは落ちないです。ほら落ちないでしょ。はい、こうやって話してても落ちないですね。はい、ギターのようにこうやって抱えてしまう。ここに隙間があるとコード交換するたびにこう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 ってどん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 こうやって落ちていくんですね。これがウクレレが落ちるっていう原因です。ギターはまあこうやって持つとギターのコードって抑えられないですから、6本ありますからね、弦が。で、どうしてもこういう風な形になるんですけども、ウクレレはこうですね。で、この状態で弦が4本ですから、基本的には抑えられます。もちろん制覇のコード、それから Em とかここ開いた感じになるんですけど、その時は手のひらでこうやって受けて、こうなるんですね。はい、そこら辺はまた別の動画で解説するとしまして、ここですね、乗せて弾いてください。そうすると、全く落ちなくなりますからね。ギターやってた人はちょっとその辺の持ち方を工夫していただくだけで、ウクレレ後のコードの押さえ方とか、ソロの運指なんかギターやってる人圧倒的に有利に、押さえられますから、そうなるとウクレレは簡単なんですけど、まず最初のここの部分ですね。はい、ここを、覚えといてください。ということで DJ のウクレレ講座、今回はですね、ギター弾いてる人ウクレレで苦労する原因のお話お送りしました。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。暗い夜空に一つの星が昇ってくる。寂しい心にどこからか光が差してきた。帰る家はありますか。暖かい日が灯る家。